どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。今回も遊戯王デュエルリンクスという神ゲーをね、やっていきたいと思います。いけピカチュウ10万ボルト。どうも、今日ですね、闇サトシ選手として、デッキをご紹介していきたいと思うんですが、令和シリーズです。令和の闇サトシデッキ組んできました。闇サトシっていうのはですね、一応分かんない方のために説明しておくと、サトシさんとバクラさんの声優さん同じなんですね。だからリンクス界では闇バクラは闇サトシと言われているんですが言われてんのか。今日はですね、ウィジャバンデッキですね。以前ちょっと一回ご紹介したんですが、少しだけアップデート入れて、まあ、ほぼアップデートしてないんだけども、少しだけアップデートを入れまして、令和のウィジャバンデッキを組んできました。ウィジャバンをどうしてもね、決めたい場合はね、やっぱね、これが一番なんかその決まりやすいと俺思っていて、これどういうギミックかっていうと、まあ、ウィジャバンの効果を先に説明しておくと、ちょっと難しくて、条件が。ほら、そもそもさ、OCG だとさ、ウィジャバンってさ、魔法トラップゾーンとか5枚使うじゃん。まあ一応なんだっけ、フィールドの方があればいけるけど、リンクスだとやっぱ3枠しかないから、ウィジャバンとか実装してもマジきついんですよ。だから、スキルになっていて、リンクスだと。で、どういうスキルかっていうと、自分の墓地にダークネクロフィアが存在していて、で、ライフポイントが2000以下だと使用できますよと。スキルの使用後、5回目の自分のターン終了時にデュエルに勝利すると。だから、D、E、A、T、H ってこう、一ターンごとに、一ターンっていうか、まあ、行ってこいで、まあ、2ターンなんだけど、自分のターンで数えると、こう、またいで一ターンごとに、文字がこう、どん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 ね、主のメッセージがこう、表側になっていって、で、5ターン後に勝利するっていう演出になってるわけですよ。これがね、もう使っていくんだけども、やっぱ2000ライフ減らさないといけないっていうのと、ダークネクロフィアを墓地に送らないといけないっていうのがあって、ちょっと難しいんですね。条件が。で、今日はどうやってやっていくかっていうと、召喚獣と、これ前のデッキの時もあったけど、召喚獣と、裏返るっていう最強のモンスターで遅延して、遅延して全力で、この傀儡ガイルが超強いから、この傀儡ガイルで遅延したり、そこの足で遅延して相手のモンスター埋めながら、こっちは呼吸突とかカリギュラとか出して、で墓地にネクロフィアとか叩き落として、でバーストリバースっていう、その墓地のモンスターを2000ライフ払って裏側守備表示で特殊召喚するっていうのがあるんですけど、このカードを使って、例えばまあこのエクスクローラーとか、まあ、裏返るとか何でもいいんだけど、特殊召喚して2000ライフ減った状態にしてから、ネクロフィアでを叩き落として落としておいて、まあ、例えばそのこれとかね、デンドライト、これオロマイ持ってるんですけど、リバースでリバースオロマイとか、あとこの召喚獣でカリギュラ出して闇属性でっていうのに引いちゃったね、ダークネクロフィアを落としたりとかして、闇ダークネクロフィアを落とした状態にしておいてから、スキル発動すると。あとはもう耐久するだけ。今日はですね、殴りません。基本的に相手を一切1ミリも殴りません。もうひたすらに遅延します。遅延してデスの5文字を揃えます。ただね、1個言いたいのは、ランク戦とかだとね、5文字揃えるまで待ってくれる優しいね、対戦相手はいないです。絶対に、残り1文字とか2文字になったところでサレンダーされるんで、ほぼ5文字揃うシーンは見れません。デュエルスタンバイ。デュエル。疲れるわ、このデッキ。このデッキね、疲れるわ。まあ、いつも疲れんだけど、このデッキ疲れるわ。長えんだ。長えの。長えから疲れる、このデッキ。ドロー。なるほど。デンドライトからでいいかな。これなんだろうな。知らないとこかな。ちょっと難しいですね、これ。一回伏せてから、ちょっと砂の時確認しようか。あ、コズミックないか。一応、イルカから行くか。これ、デンドだ。で、イルカ傀儡でなんとかしよう。これでなんとかしよう。あー、強い！玉光、一応やめてよ。くっそ。で、イルカ。で、エンド戻していく。で、ドロー、バーストリバース、オッケー。バーストリバースか。なるほど。セット。一回デンドライトセットですね。バーストリバースでイルカ蘇生して一応、
妨害はできそう。多分初動止めちゃえばシンクロ一生できないと思うんで、で多分そのわけ引かないから、多分あんまり大したことないカードなんじゃないかな。この伏せ顔2枚ド級とかじゃないんですよね。だから多分1回バーストリバースでイルカ蘇生しまして、でですね、傀儡しましょう。傀儡しまして、でイルカリバースしましょう。永遠に戻してやるよ。永遠なる妨害、このカード最強なんでね。これ呼吸トスが戻せるんで、選んでバンするんで、これ呼吸トスがすげえ戻せるんで、これ強いですよ結構。なるほど、デンドライト来たか、デンドライト来たか。まあとりあえずデンドライト反転して、でデンドライト効果、最強モンスターであるダークネクロフィア、パイセンを落として、そしてカードを1枚セットし、スキルを発動していく。行くぜピカチュウ、行くぜ。これであと俺は5ターン耐えるだけや。5ターン耐えろ、5ターン耐えるぞ俺は。さあ来い、知らぬい野郎どもが。よし一回戻れ、買い戻すぜ。わあ、ああ戻れ。一生シンクロさせねえ、一生シンクロさせねえ俺は。あほらね、言ったじゃん。だからね、こうなっちゃうんですよ。5文字揃えるね、時間はない、このランク戦に。さあお相手の方、武藤勇樹選手。なるほど、ちょっとハンドは若干弱めですが、まあ、底なしの落とし穴に底なしの絶望の淵沈ませることができるんで、なんとかワンチャンありそうではあります。んー、なんだろうな、17、18、19、20、21枚か、エレメントセーバーかな。ブラックマシンだとね、20枚の人が多いですからね、基本的には。やっぱりそのコンボパーツが多いので、でターン終了していく。エンドフェイズなんかある、エンドフェイズはなんかある。なるほど、これ何デッキかちょっと分かんねえと、あれやな、まあ別にいっか、こっちやることあんま変わんねえや。コズミックサイクロン、あーエレメントセーバーじゃねえか。そこ足は除外されてしまった。あーええー、おい、あれ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 、アレイスやった、アレイスやった、来た、アレイスやった、来た。召喚魔術を持ってくる、はあ、なるほど、召喚魔術、はいはいはい。なんか素材なんだろう、素材は何属性でしょうか。あ、イエスだ、なんかコツ入ってんだろう、あれかな、それは別にいいんじゃないかな、あれやろうかな、なんだっけ、静電が2枚構築みたいな感じなのかな。コズミックサイクロン入ってること多いんですか。今リミット3かぶりで普通なんか静電3枚入れません、静電3枚持ってないとかそういうこと。そんなわけないか、まあいいわ。まあちょっとこれで、まあとりあえずこの打点では突破できないんで、1800あるんでね、アレイスターは。だからなんか使うしかないかなっていう感じはするけど、プルガトリオパイセンを出すことはしない。バトルフェイズ OK、バトルフェイズ、はい。で、アレイスター持ってきて、で、デッキも圧縮していく。で、突破はできない。今、チェーンなかったんで、セットしたのはこれアレイスターですね。プルガトリオを出すっていう選択肢は、多分、相手の中にはなかったのかな。ちょっとわかんないけど、まあ、プルガトリオ出てきたら、まあ、そこなしするっていうだけなんですけど、一回ちょっとこっちも、大先生出しに行こうか。一回出しに行こう。相手のエレメントセイバーはちょっとめんどくさいので、エレメントセイバーはちょっと属性がね、ちょっと置いてあると変更してなんかいろいろ出せるみたいなことあるんで、ちょっと一回炎属性になれそうなやつを消して、でこうして、バーストリバース一応セットしといて、でこれでまあ様子見って感じかな。さあお見合いが始まっていくぞ。さあこの体勢は長くなりそうだ、非常に。さあ静電引いた、さあ静電を引いたぞ。さあサーチするか、サーチが入るか。ちょっと一番めんどくさいのはあれやな、ラパビラやな、ラパビラサーチで、ラパビラ召喚が一番めんどくせえな。ラパビラサーチされたら傀儡だけ表にしとこう。バーストリバース使えないのは
2000払えるからなんとかなると思うんですよね。モーレフ OK、 モーレフは全然いい。モーレフで突破はできないので全然よくて、でアレイスターなんですよね、セットカードが。だからってことは今、カリギュラー仕方も出せないから属性が変更できない。あでも一応あれか、モーレフの効果でアレイスターを、裏側にして送ればいければ、あそれはやらない、それはやらない。なるほど、デンドライト来た、オッケー、デンドライト来た、なるほどやな、なるほど。一回傀儡使ってデンドライトだけ表にしよう、デンドライト表にして、ちょっとネクロフィア先生だけ送っとかないと、やっぱスキルの発動条件が満たせないんでね。デンドライト表にしていく、でデンドライト効果を発動、さあダークネクロフィア行け、ダークネクロフィア10万ボルトだ。さあこれはアレイスさんのチェーンがなんかか、ダークネクロフィア、これ結局表側向こうにしても意味ねえもんな。一回ネクロフィアで、でネクロフィアはソセできないんで、まあこれ一回待ちのパターンですかね、一回待ちのパターン、バーストリバースかそこらしか使わないと、直感魔術を打つこともできんし。さああれだ、あれにしたらと思うからそろそろ融合してくるんじゃねえかな。闇属性さ、これさ、もしさあ、これ俺やばいこと気づいた、これ俺カリギュラ出されたら罪や、カリギュラ、これカリギュラ出されたらやばいぞ、これ俺カリギュラ出されたらさ、ネクロフィア墓地からいなくなって、これ終わるんじゃねえ、これやばくねえ、これだいぶやべえこと起きた、やばい、俺気づいちゃった。あでも最強カード来た、最強カードは来たわ。これそうなった場合マジでただの召喚ジムラになるよ、これそうなった場合はマジでただの召喚ジムラ使うか、使うしかないか、使うしかないか、使おう。バーストリバース効果だぞ、2000ライフ払ってペンドライト、これやばいな、これカリギュラされたらマジで終わりだわ。ちょっと人の墓地のカード除外するのマジ良くないよ。まあ俺もさっきやったけど俺もさっきやったけど、これ一応ウィジャー版発動するけども、これネクロフィアいなくなったらマジ無効化されるんだよこのスキル。これなんで墓地にネクロフィアいなきゃいけねえんだよ、これおかしいよ、これこのスキル発動したら5ターン後にも勝ちでいいじゃん、なんでネクロフィアいないといけないの、絶対おかしいんだけど。でメンドライトの効果も発動して、なんかいらねえカード落としとくか、もう引きたくねえカード落としていいんだよ、これ引きたくねえカード落としていいんだよ、これ多分エクスクラーでもワンチャンアドバンスショックあるからな、アドバンスセットあるから、デンドライトもいらないか、デンドライトはね。でこれでも待つしかなくて、でプルガパイセン出てくるんだったらもうしょうがないから、プルガパイセン出てきたらまあでもそこらしかまああるんで、なんとかなりそうではありますけどね、なんとか。で今盤面が埋まっているから、まあモーレフ OK、 モーレフでまあ多分なんか落としてまあ属性変更してなんかあそっけ OK、 なんかやろうとしてくるでしょうね、多分その属性変更してなんかプルガ大先生出してこようとすると思うんですよ多分。それは全然よくて、はい、モーレフ埋めても意味ないからな、モーレフ埋めても意味ない、モーレフは別にこっちそんなに困んない、モーレフ見てもラッパビラーの効果を使って、何属性、炎属性、なるほど、炎属性ね、なるほどなるほどなるほど、ね、なるほど、あーなるほどね、オッケー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 、楽しくなってきたじゃないか遊戯くんよ、楽しくなってきたな。さあプルが大先生を出せ、オッケー、召喚魔術の効果を発動し、アレイスターと、こっちの墓地のネクロフィアは多分除外されないと思うだから多分オッケー、いいよ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 、今のところいい、今のところいける、今のところで、プルガパイセンはこれ落とせばいいから、これ落とし穴にかませばいいでしょ。これもさ、実はさ、これさ、相手さ召喚師アレイスターを出す場所がないっていう話ないですか、これもうアレイスター出せないっていう、だからもう召喚獣を出せないっていう話ない、実はこれは意外とこれ結構ロック決まってるんじゃないの、だってもうあと相手さ、その何モーレフビートするか、その呼吸とスピートするしかないじゃん多分。
で、イルカ1人、あ、でもイルカ1人いるか。イルカは、なるほど。イルカで戻すっていうパターンのか。俺が場を開けてしまうっていう。まあ、でも、戻したら戻したで、傀儡で、イルカの効果マイターン使えば、1体ずつ戻せるから、それはそれでいけるんだよ、多分。それはそれであり。なるほど。それはじゃあ、一回、傀儡しましょうか。で、これで、一回ちょっとループ入れたいよね。だからもう、あと、ここで呼吸とも戻して、カエルでリバースしてカエル効果。で、まあ、モーレヒおじさん戻すじゃないですか。で、次の俺の開始のターンで、呼吸とも戻して、で、傀儡で、カエルを裏側にして、直せばいいんだ。来たわ、これ。完璧や。完璧や、これ。完璧や。これは完璧や。デウスエクスクローラーも来た。デウスエクスクローラーも来た。一回ちょっと効果発動しましょうか。で、裏側に戻しまして、でですね、反転召喚します。で、裏返る効果を発動しまして、呼吸と数を戻しましょう。これ呼吸と数戻せるのクソ強いからね、これ。これめっちゃ強いから。で、傀儡効果で、クローラーをデッキに戻して、裏ガエルを裏にする。来たぞ来たぞ、最強だ。一応、除外された場合のことを考えてセットしておこう。除外か破壊か。そしてだな。で、カードを1枚セットして、アドバンスセットする可能性があるんで、次、エクスクローラーを。そうしたらもう、エクスクローラー表側になったら、アレイスさんの効果が通らなくなるんで、召喚魔術サーチできみたいな話もあるからね、これ。よし、結構害悪盤面や。来た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 、いける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 ぞ。で、手札は、あいつ、あれや、アレイスターとモーレフおじさんとなんかで、ね、アレイスター OK。大丈夫、アレイスターはいい。アレイスターで出てきた召喚獣を、ひたすらにあとは戻し続ければいける。アタッカーが足りんっていう相手は。っていう問題があるんで、召喚獣ってそんなに展開力ないから、1体しか多分出せないんですよ。モンスター一旦に、まあ、召喚魔術が手札握ってると多分アレイスター強引に1個使ってもう1回出すとかはできるかもしれないけど、それができなければ基本的に多分2体出てくることはないと思うんですよね、多分。で、1回プリカトリオ1回使ってるから、2体目3体目が入ってでも、まあ2枚の人だったら多分これで次のプルガトリオを戻しちゃえばなんか永遠に戻し続けていけるみたいな話あるから、これで、でもこれで、あ、そこか、オッケー。今のであれが出てくるのが一番やばかったわ。あいつ名前なんだっけ、カリギュラよかった、気づかれんくてよかった、危ねえ。で、召喚者アレイスターを手札に書いていく。オッケー、その効果は全然いい。で、ブルーがパイセンで殴ってくる傀儡で戻す。もうひたすら繰り返すだけ。あとただ相手がやべえ、これカリギュラーやってなったらもうしょうがないから、こっちもアタッカー並べて殴りに行くわ。それしかない。禁じられた清掃、はあ、はあ、なるほど。なんでそこで使った。もう一枚召喚魔術あるのこれ。もしかして。そんな神引きが、でもあれモーレフだよな、あれモーレフおじさんやから、ねえんかい。清掃って知ってる？魔法トラップの効果受けないだけなんやで。だからカエルの効果受けるんやで。知っとるか？このイエス召喚獣なんか頭大丈夫か？これ戻されるぞ。これ今清掃無駄打ちじゃねえかこれ。はい。戻りましたけども。お戻りになりましたけども。あとは私はひたすらにカエルで戻し続けるだけのお仕事ですけども。ここでされんだ、されちゃう。これに関してもグッドボタン押すしかないのでは。5文字揃わなすぎ。さあ、お相手の方、ペガサス・ジェイ・クロフォードでいきます。なるほど、イルカバーストリバース、ルエナ、お三四郎、トゥーン、ちょっとやばそうやな。なんか不穏な気配するんだよね、こういうグリモの魔の書。ちょっと不穏な匂いするけどな、これ。不穏な匂いしかしないっていう話あるけどな、俺。バテル、オッケー。バテルはオッケー。これどういうデッキなんだろう。ペガサスさん、これどういうデッキなんでしょうか。あー、なるほど。
これ神ゲーされるんじゃないですかこれ。ヒューロなるほどね、なるほど、なるほどね、なるほどね、なるほどね、あ、なるほど、やっぱ神ゲーだわ遊戯王って。遊戯王デュエルリンクスって神ゲーじゃないですか、やっぱ最高のゲームやわ。